まんゆちゃんが強い強い強すぎる。はい、ってことで、今日はですね、まんゆちゃんがすごく強いっていう動画を作りたいと思います。まゆ最強になりました。アリーナもねびっくりするぐらいのね武術家になりました。まゆちゃん、まゆちゃんを最強に作りたい方はまゆちゃん格闘スキルに振ってください。装備なし、もう武器なしが一番強いってちょっとびっくりしたんだけど、白石さん、まゆちゃんのスキルがかなりね攻撃力が上がるスキルがね多いのよ。20とか30とか70増えるし、ここでそしてここも30増える。さらにこれ、この聖剣爆撃ね、必殺技でもないんだけど、もう常に使える特技ね、それが一撃ね700ぐらい与える、常に。そして結構会心が出やすいので、会心が出てだいたい1500-1600ぐらい普通に与えます。さらにスキルアップパネルを入れて周りのスキルのレベルを上げました。はい、こちら素手攻撃力50、さっき30だったよね。でさらに素手攻撃力130で、ここも素手攻撃力50、さらにここも素手攻撃力50とね、倍率がすごいの、攻撃力上がる。そして聖剣爆撃も回心率 4% 上がってダメージも 12% 上がります。まあ、爆裂剣もかなりね強いんですけどね、この聖剣爆撃がめちゃくちゃ強い。さあ普通もね、バイキルトも何にもない状態、相手もルカニが入ってない状態で聖剣爆撃やると772、ワンパン。さらにバイキルトが入ってる状態で聖剣爆撃をやると1179。これあれですからね、必殺技じゃないですからね。さらにクイーンオブハートでよだめを上げてバイキルトを入れて、相手にルカニ状態が入った状態でやると、はい、1650。さらにフォース、まあ属性攻撃を入れて相手もね属性耐性ダウンが入っております。その中で聖剣爆撃やったら3816、一撃。そんなね破壊神まんゆちゃんとちょっとコインボスに行ってきたいと思います。さあそれで攻撃力をさらに上げてパワフルステーキで、さあ攻撃力が5ポイント上がりました。さあコインはね、伝説の三悪魔コイン行ってきたいと思います。さあ伝説の三悪魔はキングヒドラ、バラモスゾンビ、バラモスブロスの3体1体ずつね出てくるんですが、さあまず、ダークフォースをかけて、そして、まあ、テンションを貯めてクイーンオブハートをやってきます。さあ用意はできました。まゆちゃんがね、クイーンオブハートでよだめアップ、そしてルカニも入れて、フォースも入っております。ここでフォースブレイクを封じます。さあここで初めてねダメージ300だけ与えました。さあここで必殺の連撃天部いきます。連撃天部、はい、5852のダメージ。まあ一撃ワンパンではないけど、ほぼほぼワンパンだよね。さあ先ほどの同じ状態にしました。さっきね多分バイキルト入ってなかったかもしんない。で、クイーンオブハートでよだめ上げて、相手にもフォースブレイクとルカニが入っております。さあ、さらにフォースブレイクをちょっと入れてきます。こう、そして必殺連撃天部、ちょっと待って、今いくつ与えた？一発1999が最高ダメージなんだね。なのでこのダメージ的にはこの
フォースブレイク313しか与えてなかったので、オーバーキルしたってことだよね。さあ、ということで、さようならバラモスブロスくん、ルカにも入ってます、ダークフォースも入って、ヨダメも入って、さあフォースブレイクからの必殺連撃天武、動いてない、ダメージいくら食らったの結局。もう全部入ってないので4発しか入ってないもんね。オーバーキルしてますね。こんなね、前打ちを作りたい方はとにかくね、アクセに攻撃力アップのアクセをつけてください。ちょっとねテンションをね上げるためにアクリルの仮面をつけてたんですけども、これ力の指輪とかでもいいかもしれないね。で、防具でね攻撃力アップするものがあったらねよかったんだけど、なかったので、まあ普通にね適当に防具はつけました。まああとはね、このスキルアップパネルをねしっかりね、この攻撃力プラスにねつけていくのがミソだと思います。ちなみに主人公でもちょっとスキルをね振ったんですけど、格闘スキルめちゃくちゃ弱いっていうより、あんだけ攻撃力が上がるね、ちょっとねパネルがないので、主人公をまゆちゃんみたいに強くするっていうのはちょっと難しいかもしれないです。はい、ってことで今日は最強の格闘王まゆの爆誕っていう動画でした。本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。